はい、皆さんこんにちは、シュランタンです。はい、今回はですね、久しぶりのルックブックを撮っていきたいと思います。この前撮ってほしい動画のリクエストで、露出の少ないコーディネート、夏のコーディネートを見てみたいという声があったので、今回は露出をなるべく控えたコーディネートをたくさん作ってみました。よかったらぜひ最後までご覧ください。はい、ということでまずはこちらのコーデでございます。めちゃくちゃワイドなジーンズを合わせて、まあ、白 T なんだけどちょっとこうこなれ感のあるようなコーディネートにして、今っぽさもプラスしてみました。この引きずるぐらい長いパンツはめちゃくちゃ厚底なシューズを合わせてあげてバランスを取るとうまく着れるかなと思います。なんですけどバッグはあえてすごくちっちゃめなものを持ってきて、このパンツとのちょっとギャップというかを作ってみました。では続いて2コーデ目に移りたいと思います。2コーデ目はこちらのキャミワンピをチョイスしてみました。これ結構1枚で様になるワンピースになっているので、白 T でシンプルな合わせで露出を軽減してみました。このワンピースがさっきも言ったように結構様になるワンピースになっているので、他の小物たちを同じゾーンで合わせてあげて、よりワンピースを目立たせたコーディネートになっております。このキャミワンピが結構スポーティー感があるので、足元はブーツを合わせてあげて、ちょっと綺麗めな要素もプラスしてみました。では続いて3コーデ目に移りたいと思います。白 T にデニムっていうすごくベーシックなスタイルに、ワンポイントプラスでこのスウェットベストを持ってきました。ゆるっとしたサイズ感のものになっているので、ダボっと着ても可愛いんですけど、よりスタイルアップを目指したい方は前だけを少しインすることでこなれ感も出て、抜け感をねうまく作れるかなと思います。あと足元はブーツインをすることで、よりこうスタイルアップを狙ったコーディネートにしてみました。では続きまして4コーデ目でございます。こちらのコーディネートはちょっと個性派なカジュアルコーデにしてみたんですけれども、今回ポロシャツにベストを合わせているんですけど、ポロシャツってやっぱり1枚で合わせたりとか結構ワンパターンなコーディネートになりがちかなと思うんですけど、こういったベストを重ね着してあげることでまた違った雰囲気で着れるかなと思うので、ポロシャツに飽きてきたなっていう方にもおすすめのコーディネートです。ベストとポロシャツ、カーゴパンツ、ウエスタンブーツで結構今年のトレンドを詰め込んだコーディネートになっております。では続きまして5コーデ目、こんな感じにしてみました。キャミワンピってやっぱり着回しがしづらいイメージがあると思うんですけど、意外とこういったトップスと合わせても可愛く着れるので、また違った着回しが楽しめるかなと思います。ビーニーにこのメッセンジャーバッグでちょっと2000年代っぽい雰囲気というかをプラスしてみました。ユニセックスで着れるようなアイテムの中にキャミワンピを一つポンと入れてあげることで、メンズっぽすぎないというか、メンズっぽい洋服は好きだけどそんなに男の子したくないっていう方にもおすすめなコーディネートでございます。では続きまして6コーデ目、こんな感じにしてみました。海外風のねスウェットコーデなんですけれども、まあスウェットっていうとやっぱり長袖のイメージがあると思うんですが、こちらのセットはベストのセットアップになっているので、夏バージョンにアップデートされたコーディネートでございます。まあ、ベスト1枚で着るのがちょっと抵抗あるっていう方は、中にこういうね T シャツを合わせるのがおすすめなんですけど、もちろん白 T でも可愛いんですが、今回ポロシャツを着回してみました。ベストが V ネックになっているので、こういう襟付きのトップスともすごく相性がね良くなっております。続きまして7コーデ目、こんな感じでございます。 T シャツにスウェットパンツっていうすごくシンプルなコーディネートになっているんですが、この T シャツもちょっとオーバーサイズになっているので、こうパッと着るのがとても今っぽく見えるかなと思います。なんかミニのトップスとかでもいいんですけど、意外とこういう大きめのものを持ってきてあげてルーズに着てあげるのも可愛くておすすめです。でこういうシンプルなコーディネートの時は小物でちょっと色を差してあげて遊ぶのもおすすめですし、今回カチューシャをねつけているんですけど、そこでも少し女の子っぽさを出してみました。そういえば私髪の毛も短いんですけど、よくチビ団子を作ることがあって、チビ団子のやり方を教えてほしいって声があったのでちょっと紹介するんですが、普通のゴムでまずお団子を作ってあげて、その上から私はシュシュとかでグイッと固めちゃうって感じですかね。めちゃくちゃ簡単なのでぜひ皆さんやってみてください。では8コーデ目はこんな感じでございます。このくすみカラーの落ち着いた感じの T シャツでちょっと大人っぽいストリートスタイルを作ってみました。めちゃくちゃオーバーサイズなダボっとした T シャツにレギンス、ちょっと足にピタッとフィットするようなシルエットのパンツを合わせることで、このダボっととピタッとのメリハリができるので、スタイルアップ効果ができるかなと思います。足元もサンダルで結構ラフなコーディネートなので、髪の毛はキュッとお団子をしてちょっと綺麗めな要素もプラスしてみました。
続きまして休校で目こんな感じでございます。ベースボールシャツもね、夏にすごくおすすめな重ね着のアイテムなんですけど、そのベースボールシャツにレギンスを合わせたスポーツミックススタイルを作ってみました。お尻が膨れるぐらい結構オーバーサイズのシャツになっているので、体型カバーもできるし、夏でもね暑苦しくなくレイヤードが楽しめます。今回中に T シャツを合わせているんですけど、もうちょっと涼しさが欲しいっていう方とかはタンクトップだったりとかキャミソールを持ってきてあげても、このシャツを羽織ることで露出も軽減されるのでいいかなと思います。厚底シューズとねフレアパンツでめちゃくちゃ足長効果も狙ってみました。では続きまして10コーデ目でございます。スウェットパンツを使ったコーディネートなので、結構ラフな楽なコーディネートなんですけれども、このスウェットパンツがですね、裾がキュッとできたりとか広げることもできるようになってて、今回は広げてちょっとストレートっぽいシルエットを作ることでスラックスっぽい感じで合わせられるので、なんかスウェットなんだけどそんなにこうラフすぎないというか、ちょっときれいめ感も出るコーディネートになっております。これ結構こなれ感も出たりするので、おしゃれさんにね見えると思います。で、古着の T シャツを今回合わせていることで、なんか逆に今っぽいコーディネートになったかなと思います。11コーデ目はこんな感じでございます。スウェットのセットアップに店トランクスを合わせたすごく今っぽいコーディネートなんですけれども、この店パンとかって結構ショート丈のトップスに合わせて見せることが多いと思うんですが、やっぱりそれだとちょっとお腹が見えちゃうっていうので抵抗があるっていう方は、長めのトップスを合わせてあげて、それをね中にインすることでちゃんと店パンも見えるし露出も少なく楽しめるかなと思うので、このコーディネートがおすすめでございます。今回スウェットに合わせているので結構ラフなスタイルになったんですけど、スウェットパンツとかじゃなくてもデニムパンツに T シャツに店パンとかでも可愛いので、ぜひやってみてください。じゃあ12コーデ目こんな感じでございます。もうブラックでまとめちゃった結構辛口なストリートコーデなんですけれども、ワントーンですごいシンプルな合わせになっているので、この T シャツのねプリントがめちゃくちゃ目立って、やっぱ T シャツが好きな方とかにはすごくおすすめなコーディネートかなと思います。シンプルな合わせだからこそ、ちょっとヘアレンジをピンで留めたりとかして個性をプラスすることで、まあ、シンプルすぎないコーディネートを作ってみました。ではラスト13コーデ目こんな感じにしてみました。今回もキャミワンピを着回してみたんですけど、このキャミワンピのストラップの部分が白になっているので、この T シャツとそのストラップの部分の境目メリハリができて、おしゃれさんに見えるコーディネートかなって思います。私はこのワンピには割と黒 T を合わせるのが可愛いかなと思っておすすめです。はい、ということで今回はこんな感じで露出の少ない夏コーデをたくさん紹介していきました。よかったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしております。では最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。